はい、こんにちは。ミディアミニスト浩平です。いつも動画をご覧いただいてありがとうございます。今回はですね、ニューバランスの 990V4 ですね。こちらを6月に買ってて、ほぼ毎日履いてたので、履き心地というか、まあ、レビューみたいなものを撮っていければなと思ってます。まあ、ちょっと後で詳しく見ていくんですけど、こちらですね。でだいぶ色をあせてきまして、いい雰囲気が出てきてるので、まあ、いろいろちょっと見ていきたいなと思います。V4 自体はですね、もうすでに作られてない靴に、なりまして、今 V5 という靴が、ニューバランス990の中では、レギュラーのものになっています。ただですね、まあネットなんか見てると、まだまだ 990V4 ありますので、もしデザインとかですね、気になられた方は、まあ、チェックしていただくのがいいのかなと思いまして、紹介させていただければなと思います。お話の順番としては、まず細かいところをですね、見ていって、その後で、まあ、実際ちょっとパンツと合わせたり、まあ、靴下と合わせたりしてみて、まあ、どんな感じで履いてるのかっていうのを見ていただき、で最後まとめで締めたいなと思います。では早速行ってみましょう。はい、それではですね、半年間履いて、まあ、良かったところをお話ししていければなと思います。まず、はじめにですね、ちょっと冒頭でもお話ししてたんですけど、この色の変化が本当に良かったですね。これ、むちゃくちゃかっこよく色落ちしてきてます。もともとオールブラックで購入していて、その買った当時の写真とかもしあれば、一緒にこう合わせて載せとければなと思うんですけど、本当、最初、もちろん漆黒の真っ黒だったんですよ。それがここまで、なんて言うんでしょうね、これなんかね、黒からグレーに変化するみたいな感じなのかなと思ってたんですけど、どっちかというとグリーンっぽい感じで色落ちしてきてるんですよ。またなんか肉眼で見ると違ったりとか、外の光に当てると見え方が変わったりとかするので、この感じで伝わるかどうかわからないんですけど、ちょっとねグリーンっぽく色落ちしてくるんですよ。またそれがなんかすごくこう風合いを出していて、もともとこれスウェードなんで、そういう経年変化ってなんかいい感じの味わいが出てくるのはなんか想定はしてたんですけど、想像以上にかっこよく色落ちしてくれて、それは本当に良かったですね。履いてたのが6月の後半ぐらいからなので、まあ、ちょうど今でだいたい半年ぐらい、ほぼ毎日履いている中で、まあ、こういう色落ちが、もう出てきたのは非常に、個人的にも嬉しかったですね。まあ、色落ちの部分が一つ。で、まあ、二つ目は、まあ、やっぱり軽いってとこですね。ニューバランスって、他の靴でもそうなんですけど、一見この重厚そうに見えるのに、とんでもなくやっぱ軽いんですよね。この靴のなんかこういうボリューム感で、全然、コンバースのオールスターだったりとか、バンズのオーセンティックとか、ああいうローテクのね、シンプルな靴よりも全然軽いですし、エアフォースワンとかね、まあ、同じぐらいのサイズ感のやつよりも全然軽いと。で、歩いてみるとそれがよくわかるんですよね。靴にジャストフィットするので足が。まあ、歩きやすくて無駄がないってところがやっぱり大きいのかなと思います。まあこういうね、ところどころ、スウェーデンなんですけど、メッシュ使って軽量化しているのも、まあその一端を担ってるとは思うんですが、本当にね、軽くて歩きやすいです。まあランニング用のシューズなんでね、もともと。その部分はちゃんと計算されてるとは思うんですが、改めてそれは実感しました。三つ目はですね、まあ黒の靴、全般に言えることなんですけど、やっぱね服選ばないですね。僕もともと黒の靴にこだわりを持ってスニーカーは集めてるので、黒しか持ってないんですけど、まあ、言うてもニューバランスってちょっと靴のフォルム的にはデザイン性があったりするじゃないですか。エアフォースワンとかオーセンティックとかと比べると、でもやっぱり、まあ、真っ黒にすることでっていうのもあるし、このニューバランスのスウェード感とかがなんか馴染むんですよね、ジーンズとかに。まあなんかダサかっこいいっていうか、ちょっとやぼったい感じが、まあ、かっこいいんですよね。だからこれがね、やっぱ新品から履き込んでいくごとに、足にも、その他の洋服にも馴染んでくるので、まあ、それはさすがだなと思いましたね。あとやっぱ、半年履いてて思うのは、V5 と比べた時に、やっぱりデザインはこっちなんですよね。外から、まあ、ここですね、補強パーツが、あるない、まあ、他にもね、全然このソールの部分、アウトソールの部分が違ったりするんですけど、まあ、一番わかりやすいのは、ここの補強パーツ、あるないですよね。これやっぱね、一番シンプルなのが V4、シンプルで機能的なのが V4 なんですよ。それはやっぱ
これからね V6 とか V7 とかなっていてどうなっていくのかわからないんですけど、やっぱこの見た目のシンプルさと機能性の両立を図れている V4 が僕は最高の靴なんじゃないかな、スニーカーなんじゃないかなとやっぱり思いますね。そんな感じですかね。まあそんなに半年間でねこの靴がどうやこうやっていうのってまあすごい難しいんですけど、自分が履いた いろいろ履いてきたスニーカー靴の中ではやっぱり一番良かったかなと思います。もってりしてるんですけど中のこの履き口とかはすごくタイトめに設計されていて、足通しとか、まあ、通気性も良かったりするので、まあ、990はやっぱりそういうところに細部のこだわりが感じれるすごくいい靴だなと、思いました。ちょっとね汚くて恐縮なんですけど、もうかなり履き込みましてね、半年ずっとこれ履いてましたって感じですね。ちょっとじゃあ今から足元だけちょっと撮影してパンツと合わせてる感じを見ていただきたいなと思います。はい、まず一つ目こちらですね。見えますかね。リゾルトを合わせてるんですけど、これが個人的に一番好きな合わせ方で、990白靴下リゾルトの組み合わせですね。なんかこのチェーンステッチの色落ちと、リゾルトって短めで履いてるのでちょっと見えてくるこの白靴下と多少ボリュームのある990みたいな組み合わせで、なんか絶妙のバランスなんですよ。これ好きなんですよね。まあ、まくってあげてもいいと思うんですけどね。なんか最近は割と下ろしてることの方が多くて、まくってあげると白靴下はより強調される感じです。これが一つ目の僕のよくやる合わせ方です。はい、二つ目はさっきと、まあ、似てるんですけど、それをチノパンに変えただけなんですけどね、これも好きなんですよ。まあ、クソ野望ですよね。もうこのチノパンの色といい、なんか色落ち感といい、でこのニューバランス、まあ、白靴下でもこの場合はネイビーとか黒でもいいんですけど、なんかチノパンにニューバランスってこれも好きなんですよね。まあ、一応ベタなんですけど、でこれロールアップしたりとか、この場合は僕はロールアップしてることの方が多いんですけど、あの伸ばしてあげて足元にたるみを持たせるみたいな、こういうのでも結構ダサかっこよくて好きですね。もっと太いやつでもいいと思うんですけど、今これしか持ってないんで、はい、こんな感じでもよく合わせてます。はい、次がですね、ブラックジーンズですね。ちょっと、まあ、ゆとりある系の太めのブラックジーンズです。まあ、これはだいぶね、長さ余らせて履くのが結構最近は多いですかね。まあ、ロールアップして靴下見せてもいいんですけど、なんかこれはこのままで履いてることの方が多いですかね。でなんかブラック、まあ、そんな見えないんですけど、ブラックの場合は僕なんかあえて靴下を黒く履いてることが多いですね。よく白を間に入れてなんか臭い感じを出してたんですけど、なんか逆にこの全部黒の方がなんか臭いなっていう、なんかダサいなっていうのを最近感じていて、なんかそっちで行くようにしてます。まあ、こういうのもありかなと思います。はい、じゃあ、まとめ取っていきたいと思います。今日はですね、ニューバランス990の V4 の半年間履きましたレビューですね、こちらをやっていきました。まあ、この靴あの長い間もちろん販売されていて、今でも根強いファンの方いらっしゃると思います。前回動画出した時もあの V4 が好きですって言ってくださる視聴者さんもいらっしゃったんで、やっぱ今でも一定数いるんだなっていうのは思いました。で V5 に入ってからも、まあ、ネットで売ってたりするので、まあ、気になられた方はあのチェックいただくのがいいのかなと思います。で、まあ、半年履いた感想としてはやっぱり一番は、まあ、当たり前ですけど歩きやすいってとこですかね。もう疲れないですね、全然本当に、まあ、軽いのもあるし動きやすいっていうのもあるんですけど、もう全くね疲れないです。だからもう半年間ずっとして履いたっていうのも、まあ、それがやっぱり要因です。はい、であとはさっき見てもらったようにあの合わせやすさ、あのパンツ選ばないんで本当にこのブラック系は特におすすめかなと思います。僕のおすすめはこのオールブラックなんですけど、やっぱこれは万能シューズで使えます。だからまあ、コスパは非常にいい靴だと思いますんで、おすすめの靴になっております。はい、またまあ1年とかね、あのかなり履き潰していった時もレビューできればと思いますので、今日は一旦そんな感じでございました。動画の方はこちらで以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。